私はもうどん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 こう前世と、うん、現在ですね、現代そのこうなんて言いますか、相似形になるものをたくさんこう見つけていったんです。でその結果私はその各国の前世が分かっていったんですね。でそれが、まあ、アメリカはビザンティン帝国であると、イギリスはローマ法王領である、ドイツはドイツなんですね。でソ連がセルジューク・トルコ でこれはあの今ロシアになってますけれど、ロシアはオスマントルコです。で中国は前世エジプトなんですね。で韓国はアイルランドで、日本っていうのはイタリア、フランス、イギリスの組み合わせ。その時にですね、頭の中どんな風になってるかって言いますと、なんて言いますかね、動きなんです。それはなぜかというと、私は歴史をずっとね勉強してきたから、歴史の総じ形を見るためにはエネルギーだけで考えないといけないんですよ。例えばここに国がありました。この国はもう世界中にね船を出してこういうふうに広がっていました。この国がここにポツンとね孤立した国がありました、これと手を結びましたみたいな、こんなねある意味その手話じゃないですけど、こういう動きとして頭にインプットするんですね。そうすると相似形が見えるんです。ということで相似形っていうのは形っていうふうに思われますが、実は動きそのものね、トルコの形が似てるよねみたいな感じですね、まあ、トルコ三区とベネト平野の位置っていうもので、これがですね本当にまあ面白い位置ですね。でこのベネト平野のね一番下の部分ですね、こういうふうになってるね、ここの部分がちょうどまあこれ川でこんな形になってるんですけれども、東京の方もここに多摩川があるんですね。多摩川とポー川が同じだとになります。なんでその形っていうのが重要かって言いますとね、それは、私たちの意識がどのように世界を作るかっていう、そこが関連するんですね。でレベル2の内容になりますけれど、その私たちの脳って言いますかシステムですね、実際脳を見たことがないのでタオ的には脳はないんですが、とりあえずそのシステムの凝縮されたものがここにあるとします。でこの中にそのまず地形を作り出す、地形というか形を作り出すものがあるんだってことです。形から始まってるんだ。そしてここにそれがあるから、投影された先がそれが10メートル先であろうと1キロ先であろうと同じ形が映るっていう、そういう仕組みなんですね。ただそうなると遠くほどぼやけますよね。でぼやけるし、遠くほどその何て言いますか歪むんですね。ということによってその正確な形にはならないんですが、大体の形になります。まあ、ということでどうも地形というものはその元があるらしいってことです。ここまででね分かるのはね、元があるからあちこちに同じものが映るんだねっていうねことが分かってきますよね。ここから投影ってことじゃないみたいなね、まだねこの時点では投影を分かってなかったんですから、ということでなんで大中小みたいに世界地図の中に同じような形の、地形形ですね、国境の作る形、それが現れてるのっていうと、どうやら元があってそれが何回もこう投影されてるかららしいぞっていう結論にこの地形から至るということですね。例えばこの韓国の38度線ね、これってもともとアイルランドと同じだったらば当然この形よねなんですよ。だけどそれは最初そうじゃなかったんですね。つまり歴史がこう何て言いますか、投影を何て言うかな、投影のねパターンがあるんですね。だからこの絵からこの絵に変わるぞみたいな時にいきなり変わると脳が追いつかないんですよ。ですからいやいきなり変わったよねでいいんです、本当はね。いきなり変わったんだけれども、私たちの脳は後から辻褄をつけるようにできてるんです。これがね面白い脳の仕組みというのをこういうところから見つけたんですよ。これ面白いシステムでしょ。脳の中には実は時間がないんですね。
なるほど。で、時間を持ってるのは私たちの表層意識なんです。だからある意味いつでもその時間そのものが、うん、ビッグバンのようにね、もともとなんていうか、うん、戻ってきて一塊になってるみたいな、こういうところがありまして、で今、現在がここだとしたら過去未来としますよね。でこれはですね、ここに戻ってくると全部一緒なんですよ。だから現在考えたこと、過去を考えたこと、未来考えたことをここで混ぜることができるんです。混ぜた時に現在考えたことを現在に戻すんじゃなくて、現在考えたことを過去に戻すこともできれば未来に持っていくこともできるんですよ。こういうふうにできるんですね。その、このシステムを歴史上ですでに使ってたってことです。だから私たちは歴史はこうなってるって思ってるけれど、本当はそうじゃなかったんですね。現在こう思ってるっていう自分がいるから過去がこう見えるんです。で未来はこう見えるんですね、というふうになってるっていう仕組みがここからわかる。こういう仕組みが別にこの歴史上だけじゃなく日常にいっぱいあるってこと。ここからこういうふうに時間をね投影するんですね。で結局ここにあるものを本当はこう深いものがあるんですけど、それをこういうふうにこう投影します。でそしてここで言っている歴史は、ここがまず19世紀、ここが12世紀なんですね。でそしてこういうふうに投影するんだと。私たちは時間を直線だと思ってたんですよ、ね、うん、直線じゃなかったんだと。で同じものはここに2回投影されちゃってるってこと、うん、同じなんですね、投影元がね。じゃあこれどうやってくっつけますかなんですよ。私たちは12世紀の後に19世紀があると思い込んでるじゃないですか。だからくっつけないと困るんです、ね、それでくっつけるんですよ。じゃあどうやってくっつけますかっていうと、本当はここからないんですよ。だけどくっつけざるを得ないのでこうするんです。こうやって時間作ってるんだってこと、ね、だからもちろんここにはそれなりな歴史が見えてるでしょ。で例えば、まあ、ここに16世紀があるとします。そうするとどうするかっていうと、16世紀は16世紀で別のものを投影してるんですよ。ここに、まあ、AB とあるとしたら AB をこちらに投影して、今度は CD があるとしたら CD をこちらに投影するとかね。だからこことここって本当はくっついてないのに、ここくっつけざるを得ないんですよ。っていうふうにこういうふうに時間を作ってるんだってこと。ということはその遠くに行けば行くほど古い時間になりますから、恐竜はそういう意味で古い時間のものなんですね。ということでその古い時間に確かにそのなんていうかな、うん、まあ、本当はここにあるものを恐竜として投影しちゃったんですよ。つまり私たちが持っている爬虫類の脳ですよね。それをずっと遠くに拡大して投影しちゃったんですね。そしたらつなぎ方がちょっとね都合が悪い巨大だと思っちゃったもんだから、つなげられないわになっちゃいますよね。で、まあだからそれこそね、さっきのなんていうかな、この放射線状にこうなると、でもとりあえずここまでその共有が生きてたのよねみたいにこうなるんですけれど、でもその次にこっちへつなげるときにちょっと困るんですよ、うん、つなげられなくなっちゃうんですよね、うん、それがちょうどこっちからこうなるから、なんていうかな、物質、これ今時間の説明してるんですけど、物質としてはね、ここに行くと破片にならざるを得ないんです。意味わかります？だからここのエネルギーって変わらないんですよ。それを遠くに飛ばしたらそれだけ粉々にしないと飛べないでしょ、ね、そういう意味で遠くに行くと破片になっちゃうんですね。
つまり破片ってことはどういうことかっていうと、ある意味単細胞になっちゃうってこと。あの砂糖の砂糖粒みたいな。あ、そうですそうです、うん、そうなっちゃうってことなんですね。だから分けて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 、そしてその細かい粒にして、そしたら遠くに飛ぶから、あ、遠くにこんなものがいたのねってなるんですよ。そうするとその次近づけるときには、つまり恐竜がね現代にこう近づく、まあ、例えばなんか、10万年前から100年前までいましたとしたら、こちらの方ですよね、こちらの方が近いですよね。こうなるともう一つ何かくっつけないといけなくなっちゃう。でもそれくっつけられないんですよ。だからそのさっきの、パリの街はこうなってますよねって話したのね。だから今分けたからここにできたのに、こっちに来るためにはもう一個別のものをくっつけないとここに来れないんです。意味わかるか。ああ、三角になるために。そうそうそう、三角になっちゃうんですよ、うん、だからくっつけないと、近寄れないの。意味わかる。もう一回ね、細かくしないと遠くに行けないんですよ、はい、で遠くに行っちゃったものは逆に言うとシンプルな単細胞なんですね。一つの特徴でできてるってこと。じゃあ今度逆にもうちょっと手前ならどうなのよっていうと、それは二つくっつけないとダメでしょってことなんです。そのちっちゃいものをね、もう一個大きな形にしないとこっち近づけませんってことなんです。そこの際にあの恐竜がいるってことです、ね、だからこっちの通りとこっちの通りは一緒にならないといけないわけでしょ。それが、できないっていうところの角にね恐竜が立ってますみたいなそんな感じなんですけど、意味わかります？